さーて、お次は P5S の舞台の一つ、渋谷の街を紹介するぜ。見よ、これがファッションやポップカルチャーの発信地、若者の街渋谷だ。おなじみの場所だが、改めて見ると本当に賑やかな街だな。そういえば最近人気のアーティスト、ヒイラギアリスって知ってるか？なんでも個性的なファッションや歌で大ブレイクしてるやつらしい。そのヒイラギアリスのイベントもここ渋谷でやってるらしいぜ。うお、これはまさか、奥にあるのは渋谷 705？ かわいいような、不気味なような、渋谷の街全体が異世界になっちまってる。敵もいるのか。ビルからビルに飛び移ったり、厄介な場所だな。一見パレスのようだが、あれはもう消えたはず。一体どういうことだ。これについては今後も調査を続けていかないとな。情報が入り次第お伝えするぜ。